はい。今回はすっごく大事なことをやるので説明をよく聞いてね。わかんなかったら何回でも。僕、私は毎日英語を勉強します。こんなのはみんな簡単に言えるよね。I study English every day。そうでしょう。土日はいいけどね。でもね、今、ちょうど英語のお勉強をしているところです。している最中ですっていう言い方が別にあるんです。こんな風に、I am studying English now。am イコールが必要なんだね。で、さっきはただの study だったけど、study に ing なんてくっつけちゃって studying。これで今勉強している最中ですっていうこと。みんなもそうでしょ ?You are イコール studying English。ちょうど勉強の最中だよね。もう一個。Fred and Meg watch TV。どういうこと?フレッドとメグちゃんはテレビを見る。でもね、今見ているちょうど真っ最中だったら、Fred and Meg、次なんだと思う?イコールの are。を入れるんだよ。Fred and Meg are。そしてただの watch だったのが、watching。ing なんかつくんです。Fred and Meg are watching TV。まあ何回も何回もやりますからね。はい。では number one。新しいお話一緒に行くよ。せーの。It is late。late はもう遅い時間です。The sky is pink and orange. みんな綺麗に塗ってくれたよね。フレッド君がメグちゃんにこんなこと言ってます。Hurry, Meg. Dinner is ready. Hurry ってなんだ?そう、急げ。急いで、メグ。Dinner is ready は?夜ご飯がもうできてるからって。お家できっとあったかい夜ご飯が待ってるんだろうね。Mom is waiting. Mom というのはお母さんのことだよ。ママが、イコールの is がついてる。そして wait、待ってくれよの wait に ing なんかついてる waiting。どういうこと?そう、ママが待っているところだから。わー、これ難しいけどもうみんなわかるでしょ?頭いいな。メグちゃんが、wait, Fred, I cannot walk fast. 重たい本が入ってるのかな、バッグに。そんな早く歩けないよ、待ってって。その時、then, they hear beautiful music. 美しい音楽が聞こえてきたんです。オルガンの音色かな。It is coming from a tent on the hill. はい。ただ come なら来るんだけど、it is イコールがついて coming だって。そう、来ているところ。その音楽はどこから来てるの ?from は?そうだよね。お手紙の最後に書く誰々より誰々からでした。どっから ?a tent on the hill。今までなかったんだけど、丘の上にテントなんて。そう、丘の上のテントから音楽が聞こえてきている最中だったんです。もう一回行くよ、せーの。It is coming from a tent on the hill. フレッド君もびっくりして、Look! It is a circus tent. みんなサーカス見に行ったことある?先生、実は一回もないんだ。サーカスのテントだよって。Let's go! Now, Fred is running. どういうこと?フレッド君も走り出してる。走ってる。メグちゃんがびっくりして、But your mother is waiting. ねえ。でもお母さん待ってるんでしょ?って。Come back, Fred. 戻ってきなさいよ。って声をかけたんだけど。また、ティロリン。音楽が聞こえてきたんです。The music is beautiful. そしたらメグちゃん、ふーって不思議な気分になって、Okay, I go with you. なんだっけ、with。一緒にだったよね。
わかったわ。私も一緒に行くあなたと。なんか不思議だね。はい、Number two. When Meg and Fred come to the tent, they see a lot of children. もうこれ全部わかるでしょう。そして次覚えるとこ。There are small shops in front of the tent. There is there. みんなテストでできてたね。あります。小さいお店があります。どこに ?in front of the tent. in front of. 前にでした。テントの前には小さいお店があります。みんな何を売ってるお店にした?今度絵を見るのが楽しみ。There are sweets and toys in the shops. うん、お菓子と、それから何かおもちゃ関係を書いてって指定がありましたね。それから、A fat purple rabbit is calling. Fat ってね、おデブさんっていうこと。まん丸に太った purple rabbit。こんなのいるのかね?紫色のラビットさんが、はい、is。あら、イコールがついて、call。ただ call なら呼ぶだけど声をかける、ing だって、calling。そうよ、呼んでいます。声をかけていますよ。Come on, children. Go in the tent and sit down. さあさあ、子供たち。ね、go in the tent. テントに入りなさいよ。そして、sit down は、うん、座りなさい。で、お隣では、A large yellow duck is calling. そう、大きな黄色いアヒルさんも声をかけている最中。Sit down, boys and girls. I give you popcorn and soda. 何 give? あげるだったよね。君たちにポップコーンとソーダをあげよう。へえ、ただでくれるんだって。ではテストします。Number one.夜ご飯が用意できてますよは、Dinner is ready. ママが待っているところだよ。Mom is waiting. じゃあね、それはって意外と知らないんじゃない?そう、it だからね、イコールは is だよ。それは丘の上のテントからやってきています。ちゃんとテストができるまで何回も聞くんだよ。It is coming from a tent on the hill. もう一回 ready go. It is coming from a tent on the hill. フレッド君は走っているところです。イコールのイズが入れられた。Fred is running. じゃあもしフレッド君泳いでたらせーの。Fred is swimming. 歌ってたらせーの。Fred is singing. ね。はい、number two. 二つ以上だからね。小さいお店たちがあります、ここまで。Good. There are small shops. どこに?テントの前に。In front of the tent. 全部つなげて ready go. There are small shops in front of the tent. はい、ラスト。私は君たちに、ポップコーンとソーダをあげます。Excellent. I give you popcorn and soda. じゃあ、私はあなたにチョコレートとコーヒーをあげます。せーの。I give you chocolate and coffee.はい、一週目はここまで。している最中、とっても大事だったね。はい、二週目、Number 3。お話の続き。When Fred and Meg sit down, the lights go out. ライトって、日本語でもライト?明かりだよね。電気ね。メグちゃんとフレッド君がシットダウンした時、座ったらね、明かりがふーって全部消えたんです。Children are eating popcorn and drinking soda. ほら、また出てきた。Children, 子供たちは、are, イコールが入って eating。どういうこと?うん、食べてますよ。今食べてるとこです。ポップコーンを食べているところ。それから drinking は?飲んでいるところ。ソーダを飲んでいますよ。メグちゃんが、look!と、上の方を指さしています。
There are silver swings in the air. Silver って何色？うん、銀色だよね。銀色のね、スイングってブランコのこと。ほら、お空に、なんだっけ、銀色のブランコがあるよって。まあ、空中ブランコだね。そして、pretty girls are jumping from one swing to another. これは難しいからいいです。でも、ジャンピングまでならわかるんじゃない？みんな。pretty girls are jumping. ね？そう、可愛い女の子たちがジャンプしているところです。一つの空中ブランコからまたもう一個別のところにぴょーんぴょーんって。はい、次せーの。There is a big golden lion in front of the children. はっと気がついたら子供たちの目の前に何がいるの？A big golden lion. 大きくて金色のライオンがいます。かっこいいね。そして、Wow, look! まあ、びっくり見てごらん。The lion is jumping through the fire ring. 新しい through。マスクをしているとちょっと発音が怪しくなるよね。舌をちょっと噛んでから through。言える？今度授業中に見せるね。through。これはドライブスルーとかの through。通り抜けてっていうこと。ドライブスルーはお店に入らないで、敷地を車で通り抜けるだけでお買い物ができるでしょ？ through 通り抜けて。もう一回言うよ。The lion is jumping through the fire ring. そう、ジャンプして火の輪を通り抜けているところなんです、ライオンくんが。かっこいい。次も覚えるとこだよ。Animals are singing and dancing on a ball. そう、動物たちがね、いろんな動物たちが are singing. 何？歌っているところ。and dancing. 踊っているところ。on a ball. 難しいだろうね、ボールの上で。Meg is surprised. Fred is excited.メグはびっくり。フレット君はワクワク。はい、number four. The lion and the girls go out. で、一つ目のショーが終わって、ライオンと空中ブランコ乗りの女の子たちがテントの外に出ていきます。Now, there is a big stage on the floor. はい、フロア覚えてね、床。サーカスの真ん中の床の上にね、今は a big stage、 大きいステージが現れてます。あるんだって。 What is on the stage? あら、何がいるかしら。フレッド君はびっくりしてね、 Look at Ginger Meg。 え、ジンジャー？ He is dancing with many cookie boys。 なんとステージの上で。 He is dancing はどういうこと？ん、彼、神社のことよ。彼は踊っていますよ。with は？そう、一緒。これもね、with。最後、舌をちょっと噛むんだよ。やってる？ with。できてる？ many cookie boys と一緒に踊っているところ。不思議なんです。でもね、they are sleeping。え？どういうこと？そう、クッキーボーイズたちは眠っている。眠りながら踊ってるのかな？メグちゃんがびっくりしてね、Wake up, Ginger! 起きてって、どうも様子がおかしいから。Come here! ここに来なさいよって。Let's go home! もう怖くなってお家に帰りましょうって声をかけたんです。でもね、Ginger cannot hear Meg. 何？うん、めぐちゃんの言ってること聞こえないの、聞くことできません。催眠術にかかってるんだと思うよ、先生は。フレッド君もこんな風に声をかけます。Wake up, Ginger! There are many chocolates and cookies in your house. あ、うまいね、フレッド君。なんて言ったの？ There are many chocolates and cookies in your house.うん、君の上に、あ、君の家に、お家には、たくさんチョコレートとクッキーがあるよって、
もしかしたら嘘かもしれないけど必死に言ったんです。 Let's go! だから行こうよ。はあ、そしたら Ginger's eyes are open。 何 eyes？ そう、めめ。そしたら Ginger 君パッ、おめめを開けました。でもね、うん、喜んで行くよって言ったんじゃないの。 Run Fred！ 走れって、これ逃げろって意味です。逃げろ Fred！Go back home, Meg. お家に帰るんだ、メグちゃんって、ジンジャー君は声をかけました。But, Fred cannot find doors. はい、find は何だった？うん、見つけるだったよね。ちなみに but は？ Of course, でもねだよね。でも Fred 君はドアを見つけることができません。どっからか入ってきたはずなのにドアがなくなってる。Meg cannot move。 何 move は、うん、動く。もうメグちゃんも身動きを取ることができません。なんか怖いサーカスだね。で、続きはまた次のお話ね。大丈夫よ、ハッピーエンドだからね。ではテストします。 No.3、何々がありますでいくよ。大きな金色のライオンがいます。OK. There is a big golden lion. どこに？子供たちの前に。In front of the children. In front of the children なんて一言で言えるといいな。では全部せーの。There is a big golden lion in front of the children. はい、ライオンはジャンプしているところです。できた？ is イコールとジャンプにイングつけた？ The lion is jumping。 何々を通り抜けてって覚えてる？そうだね、ドライブスルーの through。 で、火の輪っか、輪っかはリングだからね。そうよ、 through the fire ring。 全部つなげてせーの。 The lion is jumping through the fire ring。 はい、動物たちが歌ってで、そして踊っているところです。どこで？ボールの上で。 Wow, you did it! Animals are singing and dancing on a ball. はい、number four。 あるよで始まるよ。床の上には大きなステージがあります。 Good job! There is a big stage on the floor。彼は踊っていますよ、ここまで。He's dancing. 一緒にってなんだっけ？そうよ、ちゃんとした噛んだ。With。 たくさんのクッキーボーイズと一緒に。Of course, with many cookie boys. つなげてせーの。He's dancing with many cookie boys. Excellent. 彼らは眠っています。They are sleeping. はい、でもねってなんだっけ？はい、but。 でもフレッド君はドアを見つけることができません。もう cannot ね、 can できる、普通に使えるようになったね。 But Fred cannot find doors。 メグちゃんは動くことができません。Well done. Meg cannot move. これからどうなるんだろうね。次のお話を楽しみに。それではまた明日。バイ。